植物化石の例プラントオパールは、植物の細胞組織に充填する、非結晶岩水計算体を根から吸収し、特定の細胞の細胞壁に蓄積しガラス質の細胞体を形成する。植物計算は、稲科、かツリグ草科、シダ植物、コケ植物において、含有量の高いことが知られ、特に表皮細胞、樹木類の遺憾細胞と、 表皮細胞など蓄積されやすい箇所がある。特に、竹がグラスファイバーのようによくしなり、極めて非導電性であるのは、表皮細胞と遺管束による規則正しく密集する、プラントオパールによる植物骨格組織のためである。また、サボテン、イラクサ、ナスカ植物、バラカ植物などに見られる、植物体表皮のトゲや、イネカ植物の葉の変炎に見られる、微挙子は、 この植物骨格組織から派生した計算及び、計算とカルシウムからなる複合成分を蘇生とするガラス質の物質でコーティングされた組織であり、また動物における鱗と掃除機関でもある。ガラス質に変化した植物計算体は、植物体が固死した後にも腐敗せず残存し土壌に保存される。さらに、植物体ごとの特徴があることから種を特定する。 ことが可能であり、花粉とともに固植性環境を推定する手段として利用される。花粉は広域に拡散し、局所環境の推定には向かないが、プラントオパールは飛散しにくく、乾燥地や酸性土壌など花粉が依存しにくい、環境でも依存するため、局所的な環境と植生の分析が可能である。特に稲荷植物は、 プラントオパールが残りやすく、稲作の起源を探る研究が、精力的に行われたため多くの知見が蓄積されている。作物学や考古学上で稲科植物の同定を行う場合は、オリザニオパールという名称が使われることもある。しかし、稲のプラントオパールは、流径が小さく、雨水と共に地下に浸透することも考えられるため、即座に発見地層の時代における、 幸いの証拠とすることはできない。年代推定の精度を上げるため、プラントオパール中の 14C を利用した放射年代測定も試みられている。ありがとうございます。